こんにちは、前田です。今回ご紹介するのは割れにくい洗面台に交換するリフォーム。コロナ禍で在宅が多くなった際にご主人が化粧品を落としてしまい、洗面ボウルにひびが入り、ひびから収納部に水が漏れ出してしまったため、割れにくい洗面台に交換する工事をご提案いたしました。ひびが入ってしまうと割れ目から水が入り腐食につながってしまうため、工事は厳禁です。洗面台の隙間をなくし、割れにくく収納力を確保した洗面台に交換したいというお客様のご要望のもと、リクシルのイルシーという商品をご提案し、交換工事を行いました。洗面台が2階に設置してあるため、廊下、階段など養生をしっかりしてから作業を行います。お客様の大切なご自宅に傷をつけないよう細心の注意を払います。続けて新しい洗面台の設置作業、給水、給湯、排水管もしっかりと施工を行います。設置の際にドア枠部分に注意をして工事を行います。数ミリ洗面台の方へ出っ張っているため、壁ぴったりに設置してしまうと新しい洗面台の引き出しが当たってしまうためです。そのため壁側にはフィラーを取り付け、隙間を埋めるだけでなく引き出しがぶつからないように施工を行います。試運転を行い、作業は終了。今回お客様からのご要望、割れにくい洗面台というのは樹脂ボウルにすることで解決。また収納面に関しても3面鏡内の大容量収納とケコミ部に体重計収納をつけることで、今までの 1.5 倍の収納スペースを確保することができました。お客様のご要望をすべて取り入れられたリフォームとなり、生活が快適になればとても嬉しく思います。墨田区、さいたま市、越谷市を中心とした地域の皆様、リフォームのことは中野屋にお任せください。お問い合わせは概要欄よりチェックしてください。この動画がいいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。